ます。楽しみですね。はい、それではお呼びいたします。坂本梨花を演じるのは西野七瀬さんです。どうぞステージにお越しください。よろしくお願いします。梨花が、はい、想像以上の梨花が来ました。想像以上でした。想像以上でしたね、正直。ありがとうございます。わざわざありがとうございます、はい、お願いします。では、はい、おかけください。お願いします。どうぞ。さあ、西野さんももう撮影は終えられているということですけれども、はい、ご出演されて率直な感想いかがですか？なんかそのやっぱ面白い作品、はい、コメディというかだったんで、あんま今までやったことがなくて、で役的にもちょっとこの沼倉先生にまあ突っ込むみたいな感じだったんで、結構なんか できるかな、どうかなっていう戸惑いはありましたか？はい、不安ではありましたけ ど始まってみたらもう全然楽しくて、あっという間に。そうですね。なるほど。何回か共演させていただくのがあるじゃないですか。なんかその、はい、西野さんを見ていると突っ込むキャラクターではないかなっていう風な感覚だったんですけど、やっぱ役作りのために、例えば友人と食事している時にちょっと、はい、意識的になんか頑張って突っ込んでみようみたいな、なんかそういう役作りとかでありましたか？そこまではやってはなかったんですけど、うんうん、でもまあいろんな突っ込み方があるから、いろんな突っ込み方、あ、そのなんていうんだろう、大きい声で突っ込むもあれば、うん、シュールに突っ込む方もね、ボソッと言うのもあるし、うんうん、まあ、今回梨花はあんまり声でというよりは心の中で突っ込むみたいなのが多かったので、うん、まあ表情とか、ね、表情もね、いろんな表情、何が正解なんですかねって言いながら、うんうん、はいはい、現場で試してなるほど。ただ2ページに1回ぐらい原作だとボケて、まあ、それを突っ込むという作業になるんで、まあ、相当ね、突っ込み力も上がったんじゃないですか。どうですか？上がってたら、上がってたら、はい、あとこの作品にかけるまあちょっと思いだったりとかもね、ちょっと改めて聞いてみたいんですけども、どうですか、このコメディテイストの作品出るにあたってこの思いを。でもあの関監督とも何度か、はい、今までお仕事させていただいてて、うんうん、松田さんとも去年ご一緒したばっかりだったので、そこはもうすごい安心できる、なるほど、環境というか、うんうんうん、だなっていうので、特に不安は感じない。あ、じゃあ緊張とかそういうものは特になく、楽しみの方がウエットとしては大きかったと。そうですね、うんうん、私始まってみても結構楽しかったです。なるほど、ね、ずっと。あの今回坂本梨花という役でしたけれども、改めてどういう人物だなというふうに思いますか？梨花ちゃんはもうすごい真面目で、うん、とお家に寝たきりのお父さんがいて、そのお父さんの医療費とか自分の学費とかを払うために、うん、まあ、働いてる時に出会うんですけど、うん、で沼倉先生、さっきここで多分あったように結構やばい人なんですけど、だいぶやばいんですよね。梨花じゃないと、はい、あのついていけない、うんうん、で梨花もちょっとやばいですよ。やばい結果梨花までもうちょっと変な人って、普通だったら多分もう手に負えないんで、そうですよね、あのついていけないんですけど、うんうん、そこをやっぱリスペクトしてる気持ちがあるんで、うんうん、ちゃんとついていく先生みたいな立派な指圧師になりたいっていう、うんうんうん、確かに確かに、作品の中で梨花がそのヤバさを徐々に受け入れていく流れも、そうですね、端的にはね、胸熱なんですよね。はい、今回あの原作が人気漫画ということですけれども、こう演じるにあたって何か気をつけたこととかはありますか？いや、あんまり意識はそこまでしてなかったんですけど、でもあの原作で結構忠実にあの脚本が上がってたので、うんうん、ここってどういう表情してたかなとか、そういうのはなんかちょこちょこ漫画を原作見ながらね、なんとなく見たりはしてましたね。さあ、では松田さんから見て、こう西野さんとの共演というのはいかがでしたか？いや、もうずっとあの、はあ、そうですね、あのツッコミ待ちみたいな感じ。ツッコんでもらわないと本当にやばい、やばい人で終わっちゃう。いや、でも普段から結構、うん、ツッコミ待ちというか、なんかそのボケなのかどうかわからないレベルの真顔でボケるというね、来たりするんで、はい、リアル沼倉をもうやっていたと。でも俺実際は編集で後々モノローグでツッコミが入るわけじゃないですか。そうです。ってことは現場はボケっぱなし。確かにそんな空気感がめちゃめちゃ面白そうだけどな。監督どうですか、その辺の空気感。あ、でも
現場で実は声出してて、あ、ちゃんと出してるんですね。そうそうそう、なるほど、だからやっぱそのツッコミからの何か間だったりとか、なるほど、あそこちゃんと、あ、よかった、安心しましたね、現場はい、どういう撮り方してんだろう確かにチーンみたいなさあ、ということでまだまだお話伺いたいところなんですが、そろそろお時間ということで、もう終わりですか？そうなんです、いやもうちょっと掘り下げたかったですけども、はい、最後に皆様よりケンシロウによろしくの見どころですとか意気込みを、いただければと思います。ではまずはバカリズムさんからお願いします。はい、本当にこの原作漫画のファンとして、この漫画の面白さを広めるために一生懸命、書かせていただきました。まだ僕見てないんですけど、きっと面白いと思います、はい、僕が多分一番楽しみにしていると思いますので、ぜひ皆さんも、見てください、はい、ありがとうございます。では監督お願いします。はい、そうですね、この魅力的な2人以外にもむちゃくちゃたくさん面白いキャラクターが出てくるんで、やっぱそういうのも楽しみに、連続ドラマなので楽しみにしていただければと思います。ありがとうございます。では西野さんお願いします。はい、私も現場で本当何回もツボに入ってめっちゃ笑っちゃうこと多いぐらい、まあ楽しく撮影した作品ですので、その楽しさとか作品の面白さが皆さんに届けばいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では増田さんお願いします。いや、もう笑って見ていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。